人気アニメ、鬼滅の刃を連想させるデザイン、グッズを違法に販売したとして逮捕された。浜市の輸入販売会社の元社長の女性ら3人にいて、名古屋地検は不起訴処分にしました。横、市の雑貨輸入販売会社、レッドスパイスの元、町の女性、52、第4人は、去年、鬼滅の刃の人気に乗じ、式グッズと混同させる。 類似品およそ250点をい県の業者に販売した疑いなどで、今年7月に対、されていました。名古屋地検はこの内元社の女性、52、ら3人を6日付で不起訴処分としました。起訴の理由については、十分な証拠がなかったとしています。一方、法人としてのレッドスパ、スト、実質的経営者で、会社役員の五行武氏被告、56、ついては、 不正競争防止法違反の罪で起訴し、います。